バチカンリラは1929年から2002年にかけて使用されていたバチカン主国の通貨。複数型はリレ。100の補助単位はチェンテジモ、複数型はチェンテジミ。当時ローマの周辺まで狭められた強行量では1866年から1870年にかけて独自のリラが使われていたが、その後廃止された。1929年。 ラテラの条約によりバチカン四国が樹立され、またその規定によりイタリアリラと東下である独自のチェンテジもリラ効果が制定された。イタリアの効果と紙幣はバチカンにおいても法的効力を有していた。バチカンの効果はローマで鋳造され、イタリアやサンマリノにおいても法的効力を有していた。2002年バチカンにおいてユーロに切り替えられ、 その時1ユーロイコール1936.27リラと設定された。また、バチカンでは独自のユーロ効果を鋳造している。1929年に5チェンテジミと10チェンテジミの銅化、20チェンテジミ、50チェンテジミ、1リラ、2リレのニッケル貨、5リレ、10リレの銀化が導入された。1939年、従来の銅化は、素材が、 アルミニウム製造に変更され、また1940年にはニッケルに変わってステンレスが使われるようになった。1941年から1943年にかけて多くの額面の硬貨の鋳造量が削減され、1年で数千枚ほどに抑えられた。1947年に新硬貨が導入され、1、2、5、 10リレのアルミニウム化が鋳造されるようになったが、1951年に、その寸法が小さくなった。1955年に50リレと100リレのステンレス化が、1957年に20リレのアルミニウム青銅化が、1958年には500、リレ銀化がそれぞれ導入された。百七十七年に一リラと二リレ硬果が、百七十八年には、 高リレー効果の製造がそれぞれ停止された。一方で1978年には200リレのアルミニウムアオ導化が導入され、その後も1985年に500リレの1997年には1000リレのバイメタル効果が導入された。ありがとうございます。